辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。よく成功した理由、もしくは失敗した理由、一つ教えてくださいって聞くんですけど、辻先生はあまり良くないとおっしゃってるんですけど、なぜでしょうか？なるほどね、はい。そのね、良くないのは何かっていうと、はい、一つに絞っちゃうから、はい。うん、まあ、よく言われる、よく言われる中で、多分みんな全世界の人たちがよく言ってるのよ、はい。例えば、この金融危機が起きた原因は一体何ですかとか、はい、でまあ、成功した理由は一体何ですかとか、はい、このよくそのたった一つに絞ってくださいっていうような質問がよく言われるわけよ、はい。そのジャーナリストの中でも、もう周りでもね、いっぱいみんな言われるわけ、聞きたいしね、それをさらに、うん、それがなんかシンプルで簡単でしょ、分かりやすくて、うん、みんなそういうシンプルで簡単で分かりやすいやつを好むから、そういうのを求めちゃうのよね。だけどそれに答えてそれを言ってしまっても、でも全然それは例えばその成功した理由にはならないし、失敗した原因にもならないっていうことがよくよく起きるわけよ。で、有名な法則みたいなのがあって、ハインリッヒの法則とか言って知ってる？知らないです。あ、知らない、はい。なんかね、1対29対300の法則とも言われるわけよ、はい。一つのすごい重大な事故が起きる前に、その大きい事故が起きる前に、その前の段階で29個の小さな事故が起きてますよと、はい。その29個の小さな事故が起きる前は300のこのヒヤリハットみたいなのが起きてますよというのがあるわけよ。いきなり重大事故にボーンって来るわけじゃないと、はい。何も してないのにいきなり重大事故がボーンって来るわけじゃないですよと、はい。それまでにいっぱいいろんな小さい積み重ねみたいなやつがあって、初めて大きな事故になりますよっていうのがあるわけですよ。そう、法則みたいなのがある。で、確かね、そのもうなんか何千社か、なんかその工場とかでそういうのを全部、はい、チェックしたら、そういうのが、そういう法則が出てきたっていうやつらしいのよね。で、確かに僕もその通りだなと思うのよ。例えば、子供がね、怒られてますと、はい。怒られてる理由は何かと言われたら、そのたった一つのことが怒られてるわけじゃないぞと、はい、その他にもいろ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 あって、はい、積み重なってドカーンと起きてるみたいなのがあると思うのよね、はい。そういうのが、だから、一つにシンプルにまとめてしまおうと思うと、その真実を求めたい人はそれ失敗する場合がありますよと、はい。だけど人はそれを望んでるから、あえて分かりやすくシンプルにたった一つのっていうふうに言った方が受けはいい。だから、うん、お客さんとかにその商品知識としてとか、そういうことを言うときっていうのは、そういうことを言ってあげるとシンプルで分かりやすいからいいと思う。で、複雑で、まあ、多様性があって複雑で難しいとお客さん理解できないから、ああだったらいいわってなっちゃうから、そこはあえてシンプルで単純で簡単にっていうのがいいと思うんだけど、だけど実際はそうじゃないよと、うん、世界はね、その多様性で複雑にできているのにもかかわらず、その原因をたった一つに絞ろうとすること自体がもうすでに難しいんだっていう話だから。なんか誰か言ってたな、なんかその女性の環境、ちょっと名前忘れちゃった、環境の多分 YouTube とかに上がってると思うんだけど、うん、その学生さんがなんか地球環境がすごく悪いと、すごく悪いから、だから私はボイコットするとか言って、授業をボイコットするやったかな、なんかちょっと忘れちゃったけど、うん、だからそれが SNS かなんかで拡散して、みんながこうわーって火がついたのよ。で、その人が、なんかやってるんだけど、またその人がさ、すごい世界中に広がって、でプーチン大統領がこの子に、その世界は複雑だから、その単純にシンプルにすることがもう難しいんだよっていうことを教えてあげなきゃいけないだろうがっても言われてきたら、わらしいのよ。すごいよねそんなボイコットから始まったら、プーチン大統領からそんな声がかけられてとか。で、その人もなんかね、結構感情的なのよ。すごいなんか涙流して、なんかもう険しい顔して、すごい高い声で訴えかけたりしてるんだけど、だけどどうもね、大人はそれを嫌ってるらしいのようわーちょっとやめてよその言い方みたいな感じになってると思うんだけど、だから、成功も失敗もシンプルで一つにまとめるっていうのは結構難しいですよと。
なんかね、あのロシアの作家があの戦争と平和だったかな、なんかの本で言ってるのよ。リンゴは熟すれば落ちますよねと、はい、なぜ落ちるんですかと、なぜ落ちるのか、それは地球に引力によるものなのかと、葉が枯れるからなのかと、日光で乾燥するからなのかと、重くなりすぎたからなのかと、風に揺さぶられているからなのかと、もしくはその下に立つ少年がそれをあのリンゴ食べたいと思うからなのかと、はい、でもこれらのどれもは原因ではないと、それら全ての理由が重なり合ってリンゴが落ちるんだみたいなことを書いてあるわけよ。まさしくその通りだっていう話で、あのたった一つの原因だけじゃないですよと、いくつもいくつもある絡み合う中でそれが重なり合ってるわけだから、例えばお客さんもそうだと思う。あの例えば太陽光発電を買うよと、じゃあなんでですか、なんで辻さんから買うんですかってなった時に、いくつもいくつもいろんなものがもうこう絡み合って絡み合ってこんがらがって、もうあなたからしか買うしかないみたいな状態になってくるわけね。そのための仕掛けがいっぱいあるわけよ。目に見えるところで言ったら僕は小冊子だとか広告だとかそのダイレクトメールとかになってくるんだけど、あとまあ話術とかもあると思うんだけどね、あると思うんだけど、でもその裏側で見えないところでいろんな戦略を立ててますよと。あなたがうまくいった理由は何ですかって言ったら、僕は本に出してるように広告ですよ、チラシ広告ですよっていうふうに分かりやすくは言ってるけど、でもチラシ広告だけじゃないわけね。もちろん小冊子もあるしダイレクトメールもあるし、その裏側にある戦略なんかもあるから、全部絡み合ってうまくいきましたよと。もちろん時代の背景もあると思う。太陽光バブルみたいなのがやってきたから、だからそれでうまくいったっていうのももちろんあるし、いろんな絡み合いがある中でうまくいったっていうだけで、たった一つのことではないですよ。このたった一つのその原因を探ろうとか、あの理由は一つに絞ろうとかいうのを、なんていうかっていうと、単一原因の5秒とか言って言うらしいのよ。難しい言い方だよね。だから名前は全然覚えなくていいと思う。もうこれ読んでへーとか思っちゃったもん。本読んだんだけどね。本読んだんですけどね。うん、失敗も成功も単一にしようとするっていうのが人の差があるから、お客さんはそれを求めているわけだから、それを提供してあげるのはまあこちら側のそのまあ仕事でもなるけど、でも実際はどうなんだって言われると、そうじゃないですよっていうのを言いたいな。だから成功の理由は何ですか、失敗の原因は何ですかって一つにまとめちゃいかんですよということを言いたいかなと。会議の席でも一緒だと思う。うん、これなんで失敗したんだって、理由はなんだ言えとか言って、一個だけとか言って言われても理由にならないと思うからね、うん、で理由を一つに絞ろうとすると、中小企業は人に行くからね、その失敗した原因は何でだって、あいつが悪いっていうふうに人になって人格攻撃になっちゃうから、もうやめた方がいいと思うなって。いろんなものが複雑化、なんでその人がミスしたんですかって言ったらさ、じゃあその上司の伝え方が悪かっただとか、その期限をちゃんと決めてなかったからダメだったとか、ちゃんとした教育してなかったからダメだったとか、いろんな理由がある。失敗にもいろんな理由があるから、だからね、あの一つに絞っちゃダメですよと、うん、でもお客さんを求めるから、あえて一つに絞って言った方がいいですよっていうのもあるかなと。これがハインリッヒの法則と言われるやつなんで、あの、まあ、ぜひぜひちょっと知っていただければなと思いますね。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。